警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり。後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。うわ、なんだこれ。コナーがやばい。もうダメだ。とにかく前の車両に。こう適当に噛んでガードしたタイミングで偶然カウンターになったらかっこいいよな。一瞬で。それを狙ってるんだけどなかなかならないんだよね。ちょっと待って、俺の移動が遅すぎる。これでも3分待ったらどうなるのか見てみたくないか。3分経ったらどうなるんだろう。ちょっと見ていいですか一回。ちょっと悪いけど、俺ちょっと見るわ。だって気になるもん。ここクリアしたら二度と見れないんだぞ。30分はちょっと待たなかったけど、俺3分なら待つぞ。さあどうなんだ。クラウドはこのまま車両が切り離されて爆発してもうぐちゃぐちゃになって死ぬのかもしれない。俺思うんだけど、この偽装 ID が発見されましたって言ってきてるけど、実は俺たちじゃなくて別のやつ説があると思うんだ。俺最初そうなんじゃないのと思ってたんだよ。だからこれ3分おとなしくしてる方がいいと思う。さっきの顔を隠してるおじさんが怪しいと思ったんだよ。俺帽子かぶってて、帽子をかぶってるコーナーの横にいたやつ話しかけられなかったけど。あの人が怪しいと思ったんだよな。見ろこのクラウドの焦ってる状況。いやクラウド焦ってるね。余裕を感じないね。やっぱり本気でやる、やっぱり本気でやる。え、ダメか。え、普通に進むの？3分だっても。ゲームオーバーじゃなくてバッドルート。え、ゲームオーバーだと思って待ってたのに。なんだこれ。これで当たどれで打ち所があるって死ぬんじゃないの。知らない。壊れるまで追ってくるな。いやー、これはでも面白くないか。普通クリアするけど、それ普通の人の見れないルートに俺行ってるって思うとお得感を感じるぜ。ここで仕掛ける。しまった。痛い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 。一気に叩き込む。仕上げだ。当たる。ちょっと列車に乗り遅れてすげえ差をつけられたんだけど、大丈夫かなこれ。終わらせる。声聞こえる。てか俺すげえと思うわ。こっちのルート用意されてるんだな。俺これからバッドルート目指していくぞ。じゃあこっちもちゃんと してんだもんだって。ティファがめっちゃプチプチ打たれてる。バレットはどこだ。すまねえ、俺一生懸命やったんだけど間に合わなかったんだよ。俺が間に合わなかったばかりに。スキュッツ、うううう、あべ、めっちゃいて。
エアロと雷に弱い。シンナの兵器開発部門が製造した小型警備兵器、重力制御により高速飛行が可能。エアロに弱いらしいからエアロ撃ってみるぜ。うわ超強い。この見破れて得た弱点状況なんてそのこの試合でしか発揮されなさそう。常に分かんないとな。それでバレットは多分あっち。バレットを探せ。こういうとこなんかありそう。私すぐに続けて。仕方ないさ。あの程度余裕。そうでないとソルジャーは務まらない。おい見ろ、普通にクリアしたら手に入らない宝箱があるぞ。おいこれが超究極の剣だったらどうする。エクスカリバーなんだろ。ハイポーション2号、あーハイポーション2号手に入るなんて。もうこれはリセット。あ車、あ電車に跳ねられてみて電車に跳ねられてみたくないか。牙を跳ねさせる。電車跳ねられるの待っていいか。俺なんかあそこにいるときだけ来て、実はこうやって行ったら来ねえのかな。俺ティバと心中するわ。無理だわ。ちゃんと信号が赤になってたら、あなってたら来てるってことか。いや行っていいよってことか。お来るぞ。これなんかあそこにいたから来たんだって。これ線路の上にいたら来ねえ気がするんだよね。普通に跳ねられないようにしてると思うわ。何何このアップ、何を見せようとしてんだ俺に。なんか中途半端、中途半端な映りだった。すまん。愉快痛快、相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ、しぶといネズミだ。三匹目は生かしているだろう。でも普通にやってもこうなるのかな。みんなこのルートさせろ。じゃないとムービーがさすがに多すぎる。普通にやっても結局飛び降りるぞってなるんだろうな。あークソずるい。あ、こいつエアロだったな。まずこのスタンレイを B を倒せ。 H 満タンのやべ。え嘘でしょ。死ぬ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 。じゃティアが敵、ティアがティアがアビリティを食べてくれ。エスケーピング。嘘、逃げ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 。危なかったマジで。そんなさ、そんなさ、今でしょみたいなポーズ取ったらケアできるんだったらさ、苦労しなくない。戦闘中ガンガン使えよもっと。なんか弱点が違うのか。エアロが相手強えな。強えな。終わりだ。やろ。次に備えろ。うん、分かってる。来るか。なんだ。車、車じゃない、電車来たと思った。バレット。バレットがめっちゃ暴れてる。無事だったか。な、何があんな。おう、そこに階段があるんだろう。あれか。早く合流しないと。でもちょっと列車に跳ねられないと合流できないよ俺。クラゲ様。
うぜえクラゲどもがその足一歩一歩吹き飛ばしてやろうか。吹き飛ばしてやろうか。クラゲみたいなの戦ってんのか。これ電車で跳ねられるのむず、いやでも電車で跳ねられないといけないんだよ。ダメだな、これ来ねえな。やっぱ来ないようになってるよね。行こう。この階段から向こうに行けるはず。おりゃー。え、押されてる。急ぐぞ。バレットくつらそう。バレットさ、攻撃力が低い。1とか2とかだよお前。ちょスタンレー俺に任せろ。イアロがあるんでね。何今どうした？たまに食らわないときあるの何なのかマジで意味わからん。ゴリ押せゴリ押せゴリ押せ。よし。あ、怖っ。追手は振り切れたかな。余裕余裕。場所の確認してさっさと作戦再開だ。こっからはプラン E だ。聞こう。バレットって本番になるとめっちゃウキウキになるな。こいつはご機嫌になる。戦闘狂だ。今は予定から外れちまったが抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。マコーロから近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるんだ。いいまで。ギリギリか。ついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いるここは隣の5番マコーロ線だね。まずは線路沿いにマコーロ方面に進むぞ。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコーロ近く。難しそう。どこもやべえくらい警戒されてるから。あっちだね。5番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらねえ。行けるぜ行ける。俺の勘がそう言ってるぜ。ねえ、星の命なんてくだらないことやめてティマと結婚しようぜ。もう少々前倒して意味がないよ。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。では。失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。被害だと、それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。そうだよ。部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。本当その通りだ。部下をしっかり駒として見れるいい上司だな。どう行く？ちょっとさ、こっちなのかこっちなのか分かんなくないか。
こっちな気がする。いいのかな、本当に本当にいいの。目印はシンナの犬の絵。あ、待ってた、よかった。気にしとけ、壁を気にしろ。中堅スタンプ。やつの鼻が向いてる方に五番魔航路への道が続いてんだ。信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方向だ。青が俺たちの進行方向。なるほど。青い方にこっちだーって言って、壁の犬の絵を見ればいいってことだろ。何？クソ、またおめえか。邪魔すんじゃねえ。そこをどいて。届く。どうだった？いや、クソ、しびれる。これたまにエロ打ってもさ、知らないときは普通に外れてんのかな。サンダーも効くはずだぞ。おお、強い。で、俺が死にそう。 MP がもうないのかよ、やべ。マコロは青信号の先だぜ。そんな時はこのエーテルを使うと MP が20も回復する。すごい。エーテルで20回復して、キャルラでキアルラが2回使えるということは、ハイポーションよりもエーテルの方が価値が圧倒的に高いな。エーテルって言ってるよな。あ、どこ行くどこ行く。ちょっと待って、この階段は何なのさ。お、面白そう。ちょっと待って、こっちじゃないはずだけど、この道超気にならない。くぁ、細かいな。あ、宝箱があるぜ。決めちゃおう。これは弱え。星のペンダントだと、これ最強装備みたいな名前じゃない、星のペンダント。今さ、今電車通り過ぎた時にティファの髪がファサーってなりました。ということはスカートがファサーってなるのも時間の問題ですよね。俺は待つぞ。スクエア信じてるぞ。お前らのリアリティを信じてるぞ。スクエアのリアリティを信じよう、みんな。俺は待つだけだ。覗くのもいい。だが、覗いてないよ。別に普通に正面から見てる。それで、風でめくれてみるっていう方が、いいかもしれない。1時間でも2時間でも待つよ。電車が遅いな。ちょっと、さすがに焦る。クラウド焦るぞ。俺はいくらでも待つ。一応キレイなのか。なぜ来てくれないんだ。信号の色をちゃんと見とけよ。信号の色なんて見てねえ。ビックスが上にいる。待て、来るぞ。ジェシーとやるはずだったことだから。来るぞ。ってるはずだ。早く行ってやらねえと。来ない。じゃあ、どういうこと。シンゴリは勝ったら来るんじゃないの。クソ、モンスターが邪魔しやがって。絶対ここ通ってる間に電車に引かれづらいから来るだろう。で、こう来ると思うと来ねえんだ。来たぞ。どうどうどう。横か。ここで食い止める。そこ
なんか社員もかわいそうだなって僕は思うわけですよ、吹っ飛ばされながら。クソ、受け身が取りてこれだ。外したらと。怪我はないか、ティファ。俺がやめんだよ。引っ張っちゃったかな。電車の様子をめっちゃ見る。電車の様子を見ざるを得ない。いきなり来るからな、あいつら。ものすごい速いよな。あったぜ。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道。目印の通り。なんか後から書かれてるもんな。上行け、上行け。よしだー。何やってんだよクソ。風が、風エア。今ティファの左下にいる。んだよ。ダイヤロだ。リアリティがないんじゃないですか。リアリティがねえなこのゲーム。クソ、お前らガンガン来やがって。ね、ちょっと声が全然聞こえない。シンナのせいだ。あんたの世界は単純でいい。ちょ、バレットが死ぬほど邪魔なんだけど。じゃあこっち来いよ。考えておこう。バレットのガニ股歩きを見せられるのみ。え、すげえのいるんだけど。グラシュートライク。兵所や暗所を好む大型昆虫、主にトンネルやプレート内部に生息している。口から粘性の糸を吐き出し獲物の銃を奪う。氷が弱点。チファだな。こういう時はティファを使用してバーストした時にこのティファのブリザードがぶっ刺さる。全然720強いな。なんだこれは。うわ気持ち悪い。そんな綺麗にペリーって上がれないだろう。俺たちの敵じゃねえ。ダメ。そっちは任せる。おう、任せとけ。私に任せて。お、ティファの回し蹴りが敵に当たろうとして。俺は究極を発見した。もう誰にも負けない力を手に入れたぞ。強いな。
この箱を開けると MP が回復することがあるんだ。だからここで回復をするといいんだ多分。なんかマザー2のマジックバタフライを取る前に似てる。そしてティファの MP が1になったじゃん。でこれ開けるとあずれだったぜ。ティファの MP がね、今氷が一番役立つところなのに。まあ物理でいきたい。また昆虫パークでも作る気かよ。あら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 、なんだあいつは。くそー、あいつ、こいつのボスがいるのか。もう氷のように冷たい俺の眼光で殺す。くそ、クイーンストライク。やっぱ弱点は氷か。グランストライクの女王、産卵能力を持ち子供を統率する。やってもやっても切れないのか、もしかして。あ、あ、ちょっと待って。あ、いいあ、いいね、ちょっとそれどうなんの、それどうなんの、それで引き、あここで仕掛ける。あ、今なんかすげえ毒でやばいんだ。危なかった。ちょっと待って、ティファのポイゾナを俺に使って毒を治した後に俺のケアルラで自分を回復する。おい、行くぞお前ら。こういう大ボスとやりたかったんだ俺は。あ、突き崩せない。これは突き崩したい。でさらにバレットのデュエルバースト。よし、来たー。チャンスだ、大チャンスだ。かかと落とし、ブレイバー。ものすごい速い。おお、どんだけ放置してやがる。気持ち悪かった。このままで下手すりゃ列車が事故るぞ。駆除しないのかな。これは駆除するんだ。順番がおかしいよね。すげえことになってんな JR。